どうもみなさんこんにちは、シュータです。今回はタルコフのレーザーサイトとライトについて、レーザーサイトやライトをつけるメリットとつける場所によってどういうことが変わるのか、またどのライトがどのような見え方をするのかと、最後に僕のおすすめのレーザーサイトとライトについて紹介していこうと思うので、まあレーザーサイトとかねよくわかんないで使ってるよって人はぜひとも最後まで見てくれると嬉しいです。というわけで早速いきましょう。まずはレーザーサイトのメリットとデメリットについて説明します。前提としてレーザーサイトには集団率を向上させるという効果がついています。これはそれぞれレーザーサイトなしの状態とレーザーサイトやライトがついている時のクリップです。見てわかる通り、レーザーサイトやライトがありの時は腰ダメの集団率っていうのがかなり上がっているのがわかると思います。この腰ダメの集団率の上昇に関してはレーザー単体、ライト単体、レーザープラスライト、 IR 不可視の見えない光ですねの状態どれでも変わらず、スイッチが入っていればレーザーサイトの集団率の上昇が適用されていることになります。ただ今シーズンからだと思うんですけど、一部例外で2段階で装備するライトに関してはどうやら効果が薄い、もしくは効果がない感じがします。この3つが該当するんですけど、この3つに関しては若干腰ダメの集団率上昇が下がっている気がするので、あまり集団率上昇目的ではつけない方がいいかもしれません。またサイトに付属しているレーザーにも効果はありません。例えばボスサイトやよく M4 のカスタムについているこのサイトはレーザーが出るんですけど、この光に関しては集団率を上昇させる効果っていうのはありません。あくまで腰ダメの目安、どこに狙えばいいかの、まあ、視覚的な効果だけが存在しています。なので残念ながら今シーズン追加されたボスっていうサイトはただ高いだけの、まあ、あんまりアドバンテージのないサイトっていう感じになってしまいます。これはサイトにレーザーサイトがついてた場合のみなので、コブラのようなサイトマウントの横の方にレーザーサイトをつけたり、今シーズン追加されたハイドラのようなマウントにレーザーサイトをつける場合はきちんと集団率上昇の効果を得ることができます。またレーザーやライトには集団率の上昇の効果だけではなくて、視覚的に自分が見て使いやすくなるっていう効果もあります。まあ、ライトが暗いところで見やすくなるっていうのは皆さんわかると思うんですけど、レーザーサイトに関しては腰ダメの目安として使うことができます。またライトの光は暗いところでは特に効果的で、敵に対して目つぶしをすることもできます。なのでこんな感じでレーザーサイトやライトをうまく活用すると戦術的にね有利に立ち回ることができます。逆に夜やナイトビジョンをつけているとレーザーサイトの光っていうのがかなり見えやすくなってしまうので、レーザーサイトのデメリットとしては敵に自分の射線を把握されやすいっていうのがデメリットとして挙げられます。その場合は電源を切って対応すればいいだけなので、基本的にはレーザーサイトはつけた方がいいと個人的に思います。で次はレーザーサイトをつける位置ですね。結構周波あるんですけど、レーザーサイトはだいたい銃の上下左右のどこかにつけることができます。なんですけど実際は武器の左右どちらかについてることが多いです。また左壁有利の原則から右の方についてる方が強いとされています。左壁っていうのは壁を左側に置いた時に自分が右側から顔を出すピークで、自分たちは右手に銃を持っているので右側から出た方が銃が先に出るので敵に対して露出が少なく戦うことができます。これは柱を使って左壁と右壁それぞれライトを比較した時の映像です。これは右持ちプラス左壁プラス右ライト、こんな感じの状態です。これでピークした場合はこんな感じで相手に見えています。そしてこれが左ライトになった瞬間にかなりライトの露出が減っているので、頭だけ出して戦う場合には右ライトの方がかなり左壁だと強いっていうのがわかります。逆に右持ちで右壁ライトが右についている場合、これもですねかなり効果が薄いですね。で右持ち右壁左ライトでも実はそんなに効果高くないと思います。なんでかっていうと銃が体の右側にあるので体を大きく出さないと敵を狙うことができないからですね。今シーズンから追加された持ち替え銃のスイッチによって右持ちから左持ちに変えるとかなり敵を狙いやすくなります。さっきに比べて自分の体出してるポジションというのはかなり減ってるのがわかるかと思います。なので状況に応じて、まあ、右と左どっちのライトが強いというのは変わってくるんですけど、まあ、大体左壁にして右からそのまま出た方が強いので右にライトをつけてる人がまあかなり多い印象があります。たださっきも言った通り視覚効果っていうのの補助もあります。フロートの銃だと大体どっかに撃てば当たるんですけど、単発銃はそうもいかないので一発ずつ腰ダメでもレーザーをガイドに狙って撃つことになります。その時にレーザーができるだけ真ん中から伸びていた方が僕は狙いやすいと思うので、単発銃に関しては左レーザーを使っています。逆にフロートの銃はある程度場所が分かっていればそれで狙うことができるので右レーザーで運用しています。まあこの辺もね自分の好みだと思うので自分の好きな方でね活用してみるといいと思います。次にライトの眩しさの比較なんですけど、今回の検証にあたってライトの眩しさっていうのを、まあ、数学的に白飛びしたピクセル数で、まあ、多い順に並べるとこんな感じになりました。まあ、2が一番明るいっていう感じなんですけど、一概にこの順番に明るいとは言えなくて、っていうのもライトには手前が広範囲に広く明るい、まあ、広角レンズみたいに明るくなるタイプと、まあ、細く長い細長い光が飛んでいく、まあ、奥まで眩しい WXM みたいなタイプがあるので、一概にどれが一番眩しいかっていうのは、まあ、一言では難しい気がします。ただまあ一応この順番で、明るさ
度合いが強いですよっていうのは覚えておいてください。ただ見てもだって分かる通り、どれも近づけば大体眩しいです。なので自分がこのライトを敵に当てた時の眩しさっていうのは、まあ、あんまり気にしなくても良さそうだなっていうのが今回検証してみて分かったことです。なので自分がライトを使う基準としては、敵が眩しいかではなくて、自分のモニターとの関係で自分がライトを使った時にどれだけ世界が見やすくなるかを基準で選ぶといいと思います。今回はポスト FX と録画の仕様によって明るさが変わらないようにしてみたので、皆さん自分の使ってるモニターで見てみて、まあ、これはライト見やすいなみたいなやつを探してみてください。多分自分が今見やすいと思ったライトが一番使用環境にぴったりのライトだと思います。いくつか見てもらってるんですけど、この後に実用的な現実的にどのライトを使うのがいいかって話でかなり候補削られると思うので、まあ、この辺はね軽く見ていただければいいかと思います。あ、ライトこんな感じに光るんだっていうのを大体のね感覚だけ掴んでくれれば大丈夫だと思います。はい、というわけで実際に活用することになると、現実的な選択肢としてのライトっていうのはいくつかに絞られてしまいます。例えば腰ダメの集団率だけ上げたい場合はブルーレーザーを使うのがおすすめです。安いので。またレーザーの光で敵に気づかれたくない、もしくは夜のレイドに行ったりする場合は可視光のレーザーっていうのはかなり目立ってしまうので、 IR レーザーなんかが搭載してある機械を使うのがいいと思います。ただほとんどのレイドでは、まあ、昼出撃することとかが多いと思うんですけど、その場合は建物内とか一部暗いところの索敵のためにライトが欲しい場面っていうのも、まあ、かなりあるはずです。僕はちなみにバルダープロをよく愛用してます。僕の画面比較的明るめなので、 X400 だとちょっと白飛びしすぎて敵が見づらくなっちゃうんですよね。なので僕はバルダープロを愛用してます。またこれとは別に機能面だと、このサイトが距離を測ることができるんですね。こんな感じで、レーザーサイトがついててもついてなくても廊下の端までの距離を測ることができるので、スナイパーとかで狙撃するときはこれ結構便利だったりします。というわけで、このレーザーサイトのどれかを使って自分に最適なね、まあこれだったら一ちゃん使いやすいかなっていうのを見つけてやってみると、まあ、かなりね戦いやすくなるかもしれません。他にもねタルコフの攻略情報を出してたり、普段はツイッチで配信をしているので、よければ見に来てくれると嬉しいです。というわけで皆さん、いいタルコフライフをお過ごしください。それではお疲れ様でした。バイバーイ。